せんちゃお、トイテンラヒロミ、ヒロミです。今日は6月8日土曜日、今日と明日、ここ代々木公園でベトナムフェスティバルが開催されるということでやってきました。今日は昨日梅雨入りしたのかな。なんとお天気が持ってくれて、長靴と傘はいらなかったですね。ちょっと風邪気味の鼻声ですが、頑張ってベトナムの魅力を伝えられるようにレポートしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。そう、屋台がいっぱい広がってます。何これ、トロピカルフルーツアイス、売店募集中。あ、ベトナムのアイスをどこかで売ってもらえませんかって。え、美味しそう。うちはもらいました。絆、日本とベトナムの絆。あ、すごい、見てください、あそこ食べ物屋さんいっぱいある。そう、ベトナムから来た食べ物屋さん、美味しそうな食べ物がいっぱいあるので、どれから食べようかな。あ、チェーがある。チェー、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ご覧くださいませ。チェーってベトナム風ぜんざいって言われることが多いですけど、ちょっとぜんざいと違うんじゃないかな。色はぜんざい。タピオカ流行ってますね。ベトナムにもタピオカ屋さんいっぱいありました。台湾から来たタピオカ屋さんが街の至るところに、日本みたいにいっぱいタピオカジュースが売ってました。マインクオーってなんだろう。よしそう。え、生春巻き？フォーの表現が。南国のフルーツの香りがここまですごいしてくる。ドリアン、ドリアン？生ドリアンいっぱいある。日本であんまり見ないから。あ、すごい。日本ではちょっと高級フルーツですね。あ、すごい、ドリアン。ドリアンの香り。何ですかこれ？これマンゴー。あ、これマンゴー。はい、ちょっと酸っぱい辛い。え、酸っぱいマンゴー？え、はい、何かつけてるんですか？これちょっと食べようか。あ、ありがとうございます。どうぞ。マンゴーいかがですか？あー、辛い。あ、複雑で味ですよ。唐辛子でつけたお漬物みたいな味が。いらっしゃいませ。すごい。あ、でもマンゴーだと思って食べるとすごい衝撃だけど、お漬物だと思ったらすごく美味しいかも。なんかご飯と一緒に食べれそう。ブンチャって何だろう。森さんどうですか、メニュー。ブンチャって何ですか。ブンチャってソーミンみたいの麺で、ソーミンよりちょっと太いで、チャーって肉の焼肉。へえ。じゃ、フォーとはちょっと違う感じなんですね。あ、フォーって平べったいの麺です。ああ。まあ味も違うんですよ、料理ですから。へえ。スープが違いますね。あ、スープが違うんだ。そうそう。あ、ベトナム人の人たちがもう食べてほしいっていう情熱が伝わりますね。ベトナムの味を知ってほしいみたいな。食堂の匂いがする。いろんな料理の味が混ざってます。ちょくちょく誤字があるのが、なんか地元の方がやってる感があって。トウモロコシパターとか。こっちなら100円なのに。すごい、いっぱい食べ物屋さん向こうにも広がってる。こんなにお店あったらどこで食べればいいか分からないので、ちょっと直感でここに行ってみようと思います。日本ではアジアン料理っていうとタイ料理のイメージだけど、ベトナム料理ってこんなにいっぱい美味しそうな料理があるから、食べたことない人には食べてほしい。でもこんなに人がいっぱいいるから、ベトナムに
興味ある人がいっぱいいるってことですよね。どこのお店もいっぱい並んでる。え、何かをバインミー、エビナバインミー、やっぱり牛肉、牛肉のバインミーお願いします。はい、ありがとうございます。バインミー、この店で買いました。いただきます。バインミーのパンカリカリしてて、焼肉をパンで食べてる感じ。チェのみたい。おございます。トマトのグアバ、あったかい、あったかいけど氷が乗ってる。あったかいところは確かに日本のぜんざいと似てるかもしれない。すごい色。パンダの実、パンダのらみたいな。着色料とかじゃなくて葉っぱからこの色を作ってるのかな。多分自然の色なんじゃないかな。でも白いところから出てくると面白い。アメリカのお土産で買うグミみたいな色。だんだん冷たくなってきました。いただきます。あ、おいしい。まろやかなココナッツベース、これだったら飲める。ベトナムでチェーンちょっと最後まで飲みきれなかったけど、これだったら飲める。ぜんざいよりバクバクいける。ぜんざいというよりかは甘くないフルーツポンチの飲み物バージョン。ちょっと長い。すごい盛り上がってる。ちょっと行ってみましょうか。ここでステージやってるみたい。ディズニーランドみたいです。中に入れません。ベトナムエアラインのボールペン、お、ボールペンとボールペン。いただきました。イエイ。ベトナムようこそ。ベトナムの紹介をしているエリア。あ、すごく分かりやすい。ベトナムに関心のある企業とかがベトナムを紹介したりとか、ベトナムとの関わりをこうやって報告しているブースですね。あっちにもお店が、わ、まだいっぱい食べ物屋さん、マーケット、ドラゴンフルーツあんなにいっぱいある。あ、すごい赤い。あ、やっとベトナムの雑貨屋さん。いいな、こういうのでベトナム歩きたい。かわいい、きっと手作り。人形劇をする場所もあります。水上人形劇、今日はちょっと終わっちゃったみたいだけど、ベトナムでしか売ってないような食材とか、あと調味料とか、コーヒーとか、春雨じゃないフォーの麺とかたくさん売ってます。何これ、なんだろう。バインコーンコー、バインコーンコー、何これ、ごま、タピオカとお米の粉を使ったごまを入れてみた春巻きの皮。あ、緑豆って結構普通のでわれるみたい。これとこれがベトナム人に人気。これ酸っぱいみたいです。
牛肉入りベトナム風ハム。あ、これバインミーに入れる。これでバインミー作るのと日本のハムを使うのじゃ全く違うみたい。やっぱいっぱいいろんなもの入ってる。ベトナム人手作りのカゴバッグです。カラフルでいろんな柄があります。向こうもお家にあるのよりちょっと大きいかな。ランタン、ベトナムの提灯。これ夜になって光るとすごい綺麗なんですよね。蝶々の柄もある。ベトナムでビザを取るためのサポートブース。ここはベトナムで働く仕事を案内する場所ですね。チュングウェンコーヒー。ベトナムコーヒーといえばチュングウェンといっても過言ではないぐらいとても有名な会社。あ、いっぱい売ってる。キングコーヒー。あ、いいなこれ。あ、すごい豪華セット。ブブスタッシュの苦味はちょっとあるけど、練乳の甘みがどっとくるのでとっても飲みやすいです。子供も飲めるんじゃないかなっていうぐらい飲みやすい。ベトナムのネプモイというお酒のロックです。ベトナム米で作られた焼酎。美味しい。なんか日本の焼酎と全然違う。最初にツーンとくる香りが、うわ、なんだろうこれ。ドリアンとかと同じような苦さが最初にグワーっときて、あ、でも癖になる、うん、お鍋とかと一緒に食べると美味しいかもしれない。それが食べてみましょうか。あれが美味しいですよ。レンタイバー、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 食べてみましょうか。1個で1個、はい、500円でございます。これタピオカのエビ餃子。タピオカ粉で包んだエビ。ベトナムで蒸し春巻きだと思って食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったんです。うん、周りのタピオカ、エビじゃなくて周りがすごいプリ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 、美味しかった。タレが唐辛子も入ってて辛いんですけど、辛いの苦手な私でも、もう美味しすぎてペロッと食べちゃいました。というわけでベトナムフェスティバル満喫しました。フェスティバルにも欠かせないもう食べ物屋さんがもうたくさんありました。あと食べるものだけじゃなくて食材も売ってたり、雑貨だったり、換金するところ、お仕事を探すところ、ベトナムに行くための相談のところとか、飛行機会社とかもたくさんの企業がベトナムを紹介している印象で、来てる人も7割ぐらいベトナム人じゃないかなっていうぐらいベトナムの方がたくさん来てました。で、大人数で来る人が多かったので、やっぱりベトナムの自分の国を愛してる人たちが来て、ベトナムの方と触れ合う場所でもあるのかなと思ったり、そしたらまあ日本人の人が来てもベトナムの良さを日本の人に伝えようっていう気持ちもすごく伝わってきて、とても温かい、みんなが楽しめる場所なんじゃないかなと思います。ベトナムフェスティバルは来年もきっと再来年もあると思うので、ぜひぜひベトナムを知るきっかけとなってほしいなと思います。というわけでベトナムフェスティバルゆるーくレポートでした。ガッパーン。